おはようございます。会議前の連絡をいたします。宇治日刊記者クラブ、宇治日刊地方記者クラブ秘書広報課および議会事務局から写真撮影の申し出があり許可をしましたのでご報告いたします。これより本日の会議を開きます。日程第一、一般質問を行います。質問は通告の順に発言を許します。西川智康議員、おはようございます。平成27年度12月定例会の一般質問を通告に従い一問一答方式によりさせていただきます。まず高齢者福祉の介護問題について質問させていただきます。我が国は少子高齢化が進み、すでに超高齢化社会の渦中にあり、総務省の出した高齢者の推計人口は我が国は推計人口は65歳以上の人口は3384万人、総人口に占める割合は 26.7% で過去最多を更新し、80歳以上は前年比38万人増の12万人で、割合では 7.9% となっており、ウイシにおいても例外ではなく同じように高齢化は現在進行形の問題であると思います。早急にできるだけ多くの高齢者の方が健康であり続け、また支援が必要となっても安心して住み慣れた地域で住み続けることができるようにしていかなければなりません。また高齢者の方が地域社会で活躍していただける仕組みを創設し、いつまでもやりがいや生きがいを持って生活することができる生涯現役社会の実現に取り組むとともに、支援を必要とする高齢者の方を介護サービスだけではなく地域社会で支える体制づくりを推進することも必要であると考えます。さらに団塊の世代が75歳を迎える平成37年には人口の約3分の1が高齢者になることが見込まれており、すべての高齢者の方が介護サービスを受けるわけではありませんが、確実に介護サービスを必要とされる方は増加していき、読売新聞社の世論調査では将来自分の希望する介護サービスを受けられないのではないかと不安を感じている人は大いにと多少はを合わせて 86% に達し、大いに感じている人だけで 46% に上っており、介護に対する不安も大きくなっています。ウイシにおかれましても認知症の人やその家族、介護者の支援として京都府下に先駆けて認知症初期集中支援チームを設立するなど多くの取り組みをされておりますが、今後を見据えてさらなる介護サービスの充実に力を入れていかなければならないと思いますが、宇治市の介護サービスの現状と必要なサービスを適切に利用できるための施策についてお聞かせください。斉藤健康長寿部長。本市の介護サービスの現状でございますが、本市におきましては平成26年度に高齢化率が 25% を超え、要介護要支援認定者数の増加に伴いサービス利用者数も増加しております。介護保険制度が創設された平成12年度と比較いたしますと、平成26年度のサービス利用者数は約 2.8 倍となっております。次に必要なサービスを適切に利用できるための施策でございますが、市町村は国の基本方針に即して3年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する介護保険事業計画を策定いたします。本市におきましては平成27年度から平成29年度までの3年間を計画期間といたします
第6期介護保険事業計画で被保険者数および要介護要支援者数の推計、施設サービス居住系サービスの利用者数の推計、介護サービス見込み量の推計を行い、適切な介護サービスが提供されるよう基盤整備に努めているところでございます。西川智義議員。ありがとうございます。サービスの利用者の増加に対してしっかりと計画をしていただいているということでよろしくお願いいたします。また計画では具体的な介護サービス見込み量はどの程度となっているのかお聞かせください。斉藤健康長寿部長。主な介護サービスの年間見込み量を申し上げますと、第6期介護保険事業計画の計画周期である平成29年度におきまして、居宅介護支援は 48,851 人、訪問介護は 2,153 人、訪問看護は 61,208 回、通所介護は 26,181 人、小規模多機能型居宅介護は3261人、認知症対応型共同生活介護は3216人、介護老人福祉施設は8232人、介護老人保健施設は6276人でございます。西川智康議員。ありがとうございます。今後はこの見込みに合わせて介護サービスの基盤整備が進められると思いますが、中でも施設の充実については多くの費用と長い期間が必要であり、計画の中でも重要と考えますが、この取り組みについてお聞かせください。斉藤健康長寿部長。本市におきましては、第5期介護保険事業計画で平成26年の6月と12月に認知症対応型共同生活介護を、本年4月に介護老人福祉施設を、6月に介護老人保健施設を市内に整備いたしました。また認知症対応型共同生活介護1施設が開設準備中でございます。さらに第6期介護保険事業計画で地域密着型サービスの基盤整備として、認知症対応型共同生活介護3施設延べ54床を整備する予定でございます。西川智康議員。ありがとうございます。引き続き進めていただくとともに、あくまで見込みであることを踏まえ、状況に応じた早め早めの対応に努めていただきますようよろしくお願いいたします。これからも介護サービスの需要が増加する中で一番必要になってくるのが介護人材の確保であり、すでに全国的に介護施設を増やしても人材が集まらない、その他の介護サービスなどを充実しようとしても人材の不足でサービスをもっと提供したくてもできない状況にあり、人材不足で倒産する事業所もあるなど深刻な問題になっています。宇市でも今後の介護事業に対応できる介護人材の確保が急務だと考えますが、それについての取り組みはどうされているのかお聞かせください。斉藤健康長寿部長。先ほどご答弁いたしました介護保険事業計画および都道府県の介護保険事業支援計画の策定にあたり、国の指針におきまして介護人材の確保の方策は介護保険事業支援計画に位置づけられているところでございます。それに基づき京都府ではさまざまな取り組みを実施されているところでございます。本市におきましてはこれらの取り組みに対しまして、
ホームページや市政ダイアリーの掲載など広報に協力をしているところでございます。西川智康議員。ありがとうございます。介護人材を増やすのは負の事業であるということは承知しました。ですが全国的にも介護人材確保に市町村ごといろいろな取り組みをされており、介護人材の取り合いのような状況になっています。多くの市民の皆様は介護を受けて生活していくことになっても住み慣れた地域で生活したいと思っておられ、宇治市の事業所に人材を確保することが必要です。このことについてはどのように考えているかお聞かせください。斉藤健康長寿部長。本市の介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施を行うにあたり、人材確保は大変重要な課題であると認識しているところでございます。一方で職員の雇用は各介護サービス事業所がそれぞれの特色を生かし行うものでございます。先ほどもご答弁いたしましたように、京都府の取り組みで確保された新たな人材が本市の介護サービス事業所で働いていただくためには、本市の介護サービス事業所が働き手から選ばれる魅力ある事業所となる必要があると考えております。本市におきましては、本市の介護サービス事業所がそれぞれの特色を生かし働きがいのある事業所であることを働き手に対しどのように情報発信ができるのか研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。西川智康議員。ありがとうございます。私の友人にも介護職に就かれている人が何人かおられますが、話を聞いてみると介護事業所の数に対して人材が足りていないので、自分の持っていた職場環境でなければ辞めてしまってもすぐに次の就職先があるということなので、辞められる方も多いと言っておられました。また自分に合った職場の雰囲気を仕事をする上で重視される方が多いとのことで、そういった方に合った宇治市内の事業所とマッチングすることにより、宇治市内で働いてもらえる介護人材の確保の一つとして、十分な介護サービスが提供できるよう研究だけではなく人材確保の対策を実行していただきたいと要望いたします。次に健康長寿日本一に向けての質問をさせていただきます。まず高齢者のみならず、すべての人が介護を受けたいと思って生活しているわけではなく、安心して介護を受けることができる基盤づくりをしていくことは非常に大事ですが、誰もが健康で生きがいを持って日々の生活を送れることが一番です。宇治市におかれましても健康長寿日本一の実現に向け施策を進められていますが、その中で高齢者が生きがいを持って暮らしていくために現在宇治市で進められている施策についてお聞かせください。山本市長。健康長寿日本一の実現に向けましては、市民の皆様のライフステージに応じた総合的な健康づくりを推進していき、マニフェストにも掲げておりますとおり、京都府と連携し、市民一人一人が心身ともに健康であり、自分らしく生きられるように各種施策を重層的に実施していく必要があると認識しております。現在、宇治市健康づくり食育推進計画及び宇治市高齢者保健福祉計画第6期介護保険事業計画に基づき、各種高齢者の施策の展開を図っており、その中で生涯にわたって健康で自立した生活を営み、自らの経験や知恵を生かすことによって社会的な役割を果たすことができる地域づくりが重要であるとの観点から、高齢者が積極的に社会参加できるよう、連合起労会やシルバー人材センターなどの関係団体への
活動支援をはじめ、高齢者アカデミーや老人園芸広場などの生きがい対策事業の実施を通じて、社会参加や生きがいづくりの支援を進めてまいりましたところでございます。高齢者の方が生きがいを持って豊かな気持ちで日々を過ごし、生活することは健康保持や介護予防につながる側面もあることから、住み慣れた地域において健康で生き生きと暮らし続けることができるよう、今後も引き続き施策の展開を図ってまいりたいと考えております。西川智康議員。市長答弁ありがとうございます。また、高齢者が健康に暮らしてもらうために、宇治市はどういった施策を進められているか、こちらについても聞かせてください。斉藤健康長寿部長。高齢者が健康で生き生きとした生活を送るためには、一人一人が健康意識の向上を図り、望ましい生活習慣を身につけ、疾病の予防や介護予防に取り組むことができるよう、健康づくりを支援する取り組みが必要です。そこで生活習慣病の予防と早期発見早期治療を目的に、がん検診等を実施するとともに、健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導事業等の健康づくり事業や一時予防事業に取り組んでいるところでございます。またお元気チェックリストを配布回収することにより、介護予防が必要と認められる高齢者の把握に努め、要介護状態にならないようにすることや、生活機能の維持向上を図ることを目的に、二次予防事業に取り組んできたところでございます。西川智康議員。ありがとうございます。健康に暮らす上で生きがいを持って日々生活することで健康意識の向上ができ、健康保持や介護予防につなぐことと思います。何に生きがいを持って持つのかは人それぞれですが、社会生活を行う中で、やはり自分がではなく誰かに、地域に、社会に貢献できるということに生きがいを感じていただける方が多くおられると思います。少子高齢化が進み、現役世代の人口が減り、近い将来人口の3分の1になるであろう高齢者の方々の豊富な知識と経験を生かした地域貢献が必要になると思いますが、宇治市の考えを聞かせてください。斉藤健康長寿部長。平成37年には団塊の世代が75歳以上となり、支援を必要とする高齢者はさらに増加すると見込んでおります。このような状況の中、できる限り住み慣れた地域で安心して生活するためには、現在学区福祉委員会やシルバー人材センター、連合起労会など地域においてそれぞれご活躍いただいておりますが、これまで以上に多くの元気な高齢者に地域を支える担い手となっていただき、活動していただけることを期待しております。また元気な高齢者だけではなく、比較的身体面での機能が低下している方などであっても、これまで培った経験や知識を次世代へ継承するなど、現在有する能力を生かして社会的な役割を持ち続け、生き生きとした姿を維持していただくことが地域に活力を与えることになるものと期待しております。西川智康議員。ありがとうございます。宇治市においても高齢者の方の地域貢献には期待しておられるとのことで、地域貢献や健康づくりを進める施策として、健康づくりに取り組んだ人に対してポイントを与え、一定量貯まると協力店での
割引サービスなどを受けられる健康ポイント制度などをされている自治体もあります。こういった地域貢献ポイントや健康ポイントなどのポイント制度を活用する方法もあると思いますが、ウイ氏のお考えをお聞かせください。斉藤健康長寿部長。健康ポイント制度は全国の各自治体においてさまざまな形態で行われているところであり、対象となる活動や運営方法は多種多様でございます。健康ポイント制度についての検討にあたりましては、高齢者の方が地域貢献活動や健康づくり事業への参加を促進するために、活動対象や受け入れ施設と本市の実情を踏まえた効果的な制度の運営形態とともに、平成29年4月から開始を予定しております介護予防日常生活支援総合事業の在り方とも関連いたしますことから、検討してまいりたいと考えております。西川智康議員。ありがとうございます。いろいろな課題があるようですが、ポイント制度を導入することにより、ポイントのたまり具合が見えることにより、さらに頑張る意識が働いたり、ポイントのたまる行事を一覧にすることで自分に合った行事を探そうと意識が働く効果も期待できると思いますが、いかがお考えでしょうか。斉藤健康長寿部長。平成29年4月から開始を予定しております介護予防日常生活支援総合事業では、市町村が中心となって地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで地域の支え合い体制の推進を目指すものでございます。そこで本市では社会参加を通じて介護予防や生きがい振興を図る観点から、元気な高齢者による住民主体のサービスなど、新たな担い手を創出することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進できるよう検討しているところでございます。こうしたことから、議員ご案内の健康ポイントも含めまして、高齢者の方が地域の支え合い活動や健康づくりに関心を促すきっかけとなるような仕組みについて研究検討してまいりたいと考えております。西川智康議員。ありがとうございます。現役世代の家庭はほとんどが共働きで、就業時間も朝早くから夜遅くまでと非常に長時間働いており、生活をすることでいっぱいでなかなか地域の活動に参加するのが難しく、さらに子育てをしている家庭では核家族化が進み、近隣に祖父母などがいない家庭はお父さんとお母さん2人だけで孤立した状況で子育てをすることになり、非常に厳しい状況にあり、地域からの助けがないと子育てするのも難しいと言えます。そんな中、豊富な経験と知識を持った高齢者の方の地域貢献は、良好な地域発展とより良い子育て環境を作る上で必要不可欠な状況にあります。また社会保障の面でも、少子高齢化で現役世代人口がどんどん少なくなり、急激な現役世代の人口増はまずなく、団塊の世代が75歳を迎える平成37年には人口の3分の1が高齢者になり、一人の現役世代が多くの高齢者を支えることになります。このようないろいろな問題にしっかりと対応していかなければなりませんが、何よりも多くの高齢者の方が地域貢献に参加していただき、生きがいを持って健康に暮らしていただけることが一番なので、ポイント制度を含めしっかりと考えていっていただきたいと要望いたします。次に、未成年者の薬物問題について質問させていただきます。
先般、お隣の京都市内で小学生が大麻を吸っていたとの事件が発覚し、多くの報道がされました。小学生が興味本位に、またいとも簡単に手を出してしまえる状況が身近にあることを認識し、しっかりと考えていかなければなりません。さらにインターネットなどの普及で手口が巧妙かつ安易に薬物などが手に入る状況になっており、10月にも京都市内で高校生による大麻処理事件もありました。若者の中でスマートフォンの無料アプリ LINE を通じた大麻取引が広がっている事実も明らかになり、テレビなどでの若者に対するインタビューでは、いとも簡単に知り合いがやっているなどという回答が多くあり、衝撃を受けました。危険ドラッグについても規制などは強化されましたが、新たに自転車タイヤ修理用ガスとしてインターネットなどで販売されている芝ガスの問題なども問題になっていますが、ウイ市の小中学生の薬物に変わる状況はどのようになっているのか、そしてその状況に対して市教委はどのような捉え方をしているのか、お聞かせください。中村教育部長。宇治市内小中学校では近年、シンナーや危険ドラッグを含む薬用を乱用したとの報告はございません。また薬物乱用へのつながりが懸念される喫煙についての報告件数は、平成26年度において中学校で37件、小学校で2件であり、過去3年間の推移ではともに減少傾向を示していることから、これまでの薬物乱用防止に関する取り組みが成果を上げていると考えております。しかしながら、問題行動全般が低年齢化していること、インターネットの普及により犯罪が小中学生の身近に迫ってきていることを考え合わせますと、決して安心できる状況ではなく、危機感を持って対応することが必要であり、今後も薬物乱用防止に係る取り組みの充実を図っていきたいと考えているところでございます。薬物薬用と言われました。すいません、冒頭ちょっと訂正させていただきます。シンナーや危険ドラッグを含む薬物を乱用したということで、訂正させていただきます。西川智康議員。ありがとうございます。まずは今市教委で把握されている中では、薬物乱用につながる問題行動も減少しているということですが、先ほども言わせてもらいましたが、インターネットの普及や新しい薬物が出てくるなど、刻々と状況が変わる中、市教委といたしとしてはどのように薬物乱用防止に対して取り組みを進めていかれるのか、お聞かせください。中村教育部長。薬物乱用防止の取り組みは、宇治市立全小中学校において保健の授業をはじめとして、総合的な学習の時間や学活の時間を活用した薬物乱用防止教室、非行防止教室等の中で、中学校においては全学年を対象に、小学校においては主に5、6年を対象に実施をしております。警察関係者、学校薬剤師、保健所職員等の方々の協力を得て、専門的な視点からの指導を行い、回数については学校によって多少の差はあるものの、多くの学校においては薬物乱用防止教室に合わせて保健の授業などの2度にわたって実施する学校が多いところでございます。今後はさらに関係機関との連携を深めることにより、専門的な視点からの指導を充実させることや、対象の学年をさらに低学年にも広げることによって、薬物乱用防止の取り組みを
充実させていきたいと考えているところでございます。西川智康議員。ありがとうございます。また今回の京都市の小学生の事件では、親も知らなかったという状況でした。テレビの論議でもありましたように薬物乱用防止の取り組みについては学校のみで行うものではなく、親、家庭、地域も協力してしっかりとした薬物に対する知識を持って多くの人の目で見守る必要があると考えます。市教委としては各連携についてどのようにしていかれるのかお考えを聞かせてください。中村教育部長。薬物乱用防止の取り組みは学校のみで進められるものではなく、家庭、地域、関係機関との連携を深める中で進めていくことが重要であると考えております。これまでには非行防止教室を保護者の方々にも公開したり、 PTA 育友会と少年補導委員会による地域懇談会においては専門家による講演を実施し、保護者と地域が共に薬物の危険性についての理解を深める取り組みを進めてまいりました。今後も学校は薬物乱用防止の取り組みを家庭、地域、専門機関との連携を深める中で進め、さらに充実したものとして宇治市の子どもたちが薬物に関する正しい理解を深めると同時に、薬物に関わることがない環境を家庭や地域とともに作り上げていく取り組みの充実を目指していきたいと考えているところでございます。西川智康議員。ありがとうございます。市教委におかれましても家庭や地域とともに取り組みの充実を目指していきたいとのことで、その中で今年の夏ですが、伊勢田のある自治会で薬物乱用防止の講習会を独自に企画され、ご自身の自治会だけでなく近隣町内会の方も参加できる形で実施をされました。このような取り組みは非常にいいことだと思います。ただ講習会に参加するより地域で講習会を開いてもらう方が意識も高まり、こういった取り組みを増やすことが大事であると考えますが、市教委としてはどのように考えておられるでしょうか。中村教育部長。児童生徒の薬物乱用防止についての指導啓発をより深めるためには、学校家庭のみならず地域も一体となって取り組んでいくことが大切なことであると考えているところでございます。先ほど申し上げましたように PTA 育友会や少年補導委員会との連携をより一層深めながら、自治会などの地域のさまざまな組織、また青少年健全育成協議会のような青少年健全育成団体などと連携しながら、より一層薬物乱用防止の啓発と指導に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。西川智康議員。ありがとうございます。先ほどの講習会なんですけれども、私は都合がつかずこの講習会に参加できませんでしたが、この講習会を開くために中心的に働いておられた方とお話をさせていただくことができました。この方のお知り合いが京都府の薬物乱用防止に関することを担当されている方らしく、このこともあり今回の講習会を実施されたそうです。話を聞くと今本当に手口が巧妙になっており、インターネットや LINE での手口もありますが、その他にも普通に普段中高生が利用しているカラオケ店などのお店に、お店の中で、ね、お店が、知らないうちに、飴玉やチョコレートなどの普通のお菓子のような形にした薬物を試供品のように置いており、気づかぬうちに薬物を
に手をつけていくような支障もあるとお聞きしました。どんどん手法の変わる薬物の問題に対してこのような取り組みは非常に良い取り組みだと思いますので、市教委だけではなかなか難しいと思いますので、しっかりと町内連携をしていただき各課の枠を超えて全体の問題としてこういった形での薬物乱用防止の啓発を広めていただく方法も検討していただきますよう要望いたします。次に市の広報について質問させていただきます。まず現在市内外に向けて市の PR アピールするために広く広報活動に取り組んでおられると思いますが、現在の取り組みとその中でどういったところに課題を感じ、どういった対策をして今後どのような広報活動をされているかお考えをお聞かせください。宇野副市長。本市の広報は市政に対する理解をより深めていただくため、市民の皆様へ幅広く市政の情報提供を行うことを基本といたしております。これまでから市政だよりやホームページなどのさまざまな手段を活用して市政の現況や動きになどにつきまして適切な時期に広くお知らせできるよう努めているところでございます。しかしながら市民の皆様お一人お一人のニーズに合った情報を 100% 確実に届けることにつきましては一定の限界があるものと考えているところでございます。一方で近年はさまざまな情報メディアをいかに有効に活用し、より多くの方へ情報を伝えるかが広報に期待されているものと考えております。そうした中、本市ではこれまで以上にさまざまな年齢層や生活スタイルの市民へ情報発信するための手段として本年からFacebook や YouTube による動画配信の活用に新たに取り組んだところであり、市内外に向けてこれまで以上に情報の周知や拡散が期待できるものと考えております。今後につきましては、こうした取り組みの検証を行っていくとともに、より効果的な広報をさらに検討してまいりたいと考えているところでございます。西川智康議員。ありがとうございます。新たに Facebook や YouTube など活用され広報活動されているということですけれども、広報活動の中で宣伝大使である千早めについてももっと期待しているところです。市民の方からはもっと頑張らなあかんなどと厳しい話もありますが、期待の声も伺っています。千早姫についてはゆるキャラグランプリにも出場しておられましたが、今後千早姫はどのような活用されていかれるのでしょうか。ゆるキャラとして頑張っていくのか、それならば他種の人気キャラクターなどを研究検討もされているのかお聞かせください。宇野副市長。宇治市宣伝大使千早姫は本市に少しでもより身近に親しみや関心を持っていただく手法の一つとして活用しており、全国的な人気の獲得というよりも市民に長く親しまれ地域で愛されるキャラクターとして浸透するよう積極的に各種事業に参加し、市の PR 活動を行っております。今後もさまざまなイベントでの活動やマスメディアを通してより多くの方に親しまれるとともに市の PR につながるような効果的な取り組みにつきまして、他市でのゆるキャラの活用事例などを研究してまいりたいと考えているところでございます。西川智康議員。ありがとうございます。市民に親しまれ
長く地域で愛されるキャラクターとしてまずは広く知っていただくことに力を注がれるということですが、千早姫の雰囲気を生かし千早姫をテーマにした文化展や市民公募の着せ替えコンテストなどをして入賞作品をカレンダーの挿絵に使うなど市民にもっと愛着を持ってもらい市民と一緒に千早姫を盛り上げていくことができるような明確なキャラクター設定が必要だと感じますがお考えをお聞かせください。宇野副市長。現在千早姫につきましては幅広い世代の市民の皆さんに親しんでいただくため着ぐるみでの活動の際は特に子どもたちを意識し親しみのある動きになるよう工夫をしながらイベントでのパフォーマンスに努めております。本市といたしましては現在のところはキャラクターの固定をするのではなくまずは千早姫を身近に感じていただきながらさらに市民の皆様に浸透することを目指してまいりたいと考えております。なお今年度はより一層着ぐるみの動作や活動範囲を広げることができるよう着ぐるみを追加制作することとしており現在の千早姫と合わせてさらなる本市の PR 活動に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。西川智康議員。ありがとうございます。今後も千早姫のさらなる活躍に大きく期待をしています。その中で千早姫の浸透と愛着を持ってもらうために他のキャラクターや他市でもされている無料イラストの配信や LINE のスタンプなどの活用も検討していただきたいと思います。この LINE は若い世代だけではなく今や高齢者の方でも使用されている人も多くおられます。篠山市では、市の特産品や、風物詩もふんだんに盛り込み市職員有志の政策で初期投資を0円で40種類のスタンプを1セットにして120円で今年の7月に販売をし10月には約1000セットが売れ同市を離れた人にも好評だったということです。また売上の 35% は販売元に分配されるということなので少なからずやり方を工夫すれば税収にもつながる可能性もあると思いますので要望したいと思います。次に地域課題について質問させていただきます。以前より伊勢田地域におきましても市民から水害対策などをはじめ多くの課題がありこの課題ごとに早期にできるもの長い期間が必要になるものなど様々ですが今までにも多くの課題解決に向け市の方でも努力をしていただいていることには感謝を申し上げます。それでも現在市道伊勢田町168号線は府道常用宇治線からの通過車両の進入が多く特に朝の通勤時間帯は国道24号方面を目指す車両が市道伊勢田町165号線を起点に伊勢田地域を多く通行している状況です。特に当該路線は伊勢田小学校の通学路にもなっているため多くの児童が通行しており歩行者等の安全対策が必要と考えますがこれまでの通学路の安全確保の取り組みについてお聞かせください。安田建設部長。市道伊勢田町168号線は府道常用宇治線と伊勢田地域を結ぶ地域の主要な路線の一つであり日常的に府道常用宇治線からの多くの通行車両がある現状は認識しております。また市道
伊勢田町168号線は伊勢田小学校の通学路でもありますことから、平成24年4月に発生いたしました亀岡市での通学時の事故を受けまして、緊急合同点検により通学路危険箇所の抽出を行いまして、平成25年度より順次高視認性の区画線および交差点や路側帯のカラー化、停止線の新設などを実施してまいりまして、本路線の通学路での安全対策は一定完了したところでございます。本市といたしましては、引き続き通学路の安全確保に向けた取り組みを進めており、これまでに対策を実施いたしました箇所におきましても、その効果等につきまして地域のご意見などもお聞きする中で、さらなる安全確保に向けた取り組みを行ってまいりたいと考えております。西川智康議員。ありがとうございます。以前からの努力で一定の安全対策をしていただいていることには、私も朝の通学時安全見守りでこの市道伊勢田町168号線上で立たせてもらっているので感謝したいと思っておりますが、それでも通過車両の多さとスピードの速さには危険を感じています。さらに不動常用宇治線から市道伊勢田町168号線を通過する車両のうち、市道伊勢田町71号線を通って不動八幡宇治線へ抜ける車両も多く、168号線と71号線の交差点を中心に特に危険な場所となっています。この伊勢田町71号線も伊勢田小学校の通学路にもなっているため、地域からもさらなる安全対策を求められていますが、歩行者等の安全確保について当局の見解をお聞かせください。安田建設部長。市道伊勢田町71号線につきましては、府道八幡宇治線や近鉄伊勢田駅方面に向かう通行車両が多く、一部区間は伊勢田小学校の通学路となっておりますことから、通学路危険箇所に位置づけ対策を行ってまいりました。また地域からも通過車両に対する安全対策のご要望をいただいているところでございます。これまでに実施いたしました当該路線における通学路の安全対策といたしまして、交差点表示や注意喚起の路面表示の敷設などを行ってまいりました。今年度は地域からのご要望がありました通学路となっております区間の路側帯のカラー化や歩行者が多い区間での注意喚起の路面表示などの対策の実施に向けまして、公安委員会との協議を進めているところでございます。石川智康議員。ありがとうございます。伊勢田地域は細い道路が多く、歩道を設置するための道路幅の拡幅を早急に進めることが難しいことは理解していますが、現在進めておられる通学路交通安全プログラムと合わせて、近鉄伊勢田駅の南北の踏切と南山柿田線の交通問題なども、今後進められる伊勢田駅周辺バリアフリー化も含めた交通対策とのものに、伊勢田地区西側の公共交通の問題と、今も不安の残るゲリラ豪雨などによる浸水対策、さらには集会所や地域コミュニティの在り方についても、地域の要望に対してさらなるに親身になっていただき、地域の安心安全確保と良好な地域の在り方について、ぜひ計画的に進めていただきますよう要望いたします。以上で私の一般質問を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。荻原豊久議員。
平成27年12月期会の一般質問を通告に従い、一問一答式で行いたいと思います。議長のお許しをいただきまして、資料の方を配らせていただきましたので、ご参考までにまた、お目通しをいただければありがたいと思います。まず1問目でございます。人口ビジョン総合戦略についてお尋ねをしたいと思います。宇治市版、町人仕事創生総合戦略ということで、11月の26日に会議が行われまして、30日に総務委員会の方で最終案が、ご報告いただいたということでございます。で、私も、その時にある委員からですね、宇治のブランドを高めることが、宇治市の流入人口とどう結びつきがつくんだということで、まあ、ご意見があったんですけども、私も、まあ、少しその辺がどうかなという思いがございました。で、人口減少歯止めにかけるのに、当然、他市からの流入を増やすことも重要ですけれども、まず私は第一段階として、今おいでになる市民の方々が、流出しない、外に出ていかないために、今の宇治市の満足度をどう高めるか、このことがまず一番大事じゃないかというふうに思います。人口を増やすことは当然、重要でございますけれども、まず第一段階としては、やはり今おられる市民の方々がこの宇治に生まれて、そして育って、宇治でずっと暮らしていこうという思いをするためには、第一段階としては満足度を高める、このことについて、まず宇治市の考えをお聞きしたいと思います。山本市長。人口ビジョン総合戦略の策定につきましては、国における地方創生に向けた取り組みの推進を絶好の機会と捉え取り組んでいるものでございます。本市の地方創生の取り組みといたしましては、将来の本市の人口目標を立てた宇治市人口ビジョンと、この人口ビジョンを達成するために国の地方創生に先駆けて平成25年度に策定をいたしました宇治市将来戦略プランに沿った取り組みをはじめ、本市の特色を十分に生かした施策の実施により、持続的に発展する町を目指しまして、宇治市町人仕事創生総合戦略を年内に策定することとし、現在最終の取りまとめを行っているところでございます。そして人口減少対策につきましては、この宇治市町人仕事創生総合戦略でお示ししております5つの基本目標に沿って危機感を持って取り組んでまいりたいと考えております。具体的には今年度からの魅力発信、プラットフォームでの取り組みとともに、昨年度から実施している高校生グループ対抗宇治の PR 動画コンテストや、先日開催いたしました高校生らとの市長との市民との対話ミーティングなど、若者のあふれる力や柔軟な発想力も生かして、さらに宇治の魅力を発信し、観光客などの交流人口の増加とともに、転入や定住を促進する取り組みを引き続き実施してまいりたいと考えております。また、自然現象の抑制に向けましては、出生率の向上などの国や京都府の取り組みと合わせ、就労から結婚、出産、子育ての切れ目のない支援など、総合戦略でお示しする本市の特色を十分生かした独創的な戦略や、先駆性、実効性のある具体的な施策の展開によりまして、市民満足度を高め、持続的に発展する町を目指し、人口減少に歯止めをかけてまいりたいと考えております。また、議員からご指摘の定住策、宇治市の魅力は宇治市の市民にとっても大事なことだということは、私も共通の考え方でございます。荻原豊久議員。今市長の方からお答えをいただきました。この間のですね、私も高校生との対話ミーティング少し、拝見をさせていただきまして、まあ、高校生とかの本当に発想というのは柔軟な発想でございますし、で、先も議会の方で、立宇治の高校生ともいろんな懇談をさせていただいて、若い方の発想というのは非常に、参考になるなというふうに思います。
そういった方々が引き続き宇治に住んでいただくということは非常に大事なことだというふうに思っています。で、特にこの5つの基本目標で、最後の、まあ、子育ての希望をか、叶える環境づくりということですね。私も最近時間のあるときに、保育園の前で、まあ、交通整理をしているんですけれども、そのときにですね、第2子第3子のお子さんを抱えている方が非常に多いということで、本当に宇治の町というのは少子化というのはどうなんかなという思いがございます。それと、以前にも幼稚園の会合かなんかで、まあ、伏見から転入された方が、まあ、幼稚園の保護者の方を見られると第2子第3子の方が本当に多いなということを感想で述べられたことがございました。そういった子どもさんがですね、やはりこの地域できちっと安心して子育てができて暮らせるような環境づくり、定住促進に向けて、まあ、さらに努力をしていただきたいというふうに思います。で、今日の最後の、まあ、教育環境の整備もそのことは多分、同じ思いだと思いますので、教育環境の整備も努めていただきたいというふうに思います。それから次にですね、まあ、この総合戦略を見ますと多岐にわたって非常に取り組んでおられまして、私やはりいつも心配するのがですね、まあ、税収の問題なんです。で、この総合戦略の 16ページの中にもございますけれども、その中で今後は人口が減少してですね、まあ、個人市民税の減少が如実に現れてくると。で、その反面、まあ、高齢者福祉に携わる費用の増加が予想されるということで、まあ、財政状況への影響が非常に懸念されるわけでございますけれども、まあ、その辺の財政の歳入を増やす、こういった観点についてお尋ねをしたいというふうに思います。政策経営部長。地方創生の取り組みにつきましては、宇治市町人仕事創生総合戦略でお示しいたしております5つの基本目標に基づき、先駆性実効性のある具体的な施策に取り組んでまいることとしており、それぞれの施策において目標の達成度合いの指標である重要業績評価指標、いわゆる KPI を設定し、それぞれの施策の進捗度合いが明らかになるような仕組みといたしております。そしてこれらの取り組みの効果を毎年検証し、国の動向や社会情勢の変化などに対応した施策の見直しを行うことで、総合戦略の実現性を高めるとともに、持続的に発展する街となるよう取り組みを進めてまいりたいと考えております。また財源に関しましては、今年度には当初の約1億600万円に加え、1市町村に3000万円から5000万円を目安として、他の地方公共団体の参考となる先駆性を有する事業に追加交付される地方創生先行型交付金の上乗せ交付分において、全国で申請事業数の約4割が不採択となる中、約4400万円の交付決定を受けておりまして、今後もこれら国の交付金制度などの財源を積極的に活用するとともに、京都府の地方創生の取り組みとも連携を図り取り組んでまいることで、まあ、市としての魅力を高め、税収を上げる取り組みにも資するものとしたいと考えております。一方で、人口が減少することにより働き手も減少し、ひいては市税収入の減にもつながりますことから、歳入の増加に向けた取り組みといたしまして、人口減少の歯止めに向けた転入促進や定住促進とともに、結婚、出産などの人口の自然減少の抑制にもつながる安定した雇用の創出や、地域経済の好循環を促進するための市内経済の構造を踏まえた企業への支援など、実効性のある具体的施策を実施し、歳入の増加につなげてまいりたいと考えております。荻原豊久議員。まあ、今お答えをいただきまして、まあ、今年度は上乗せの、まあ、交付金をいただいたということで、あります。まあ、今後もですね、今お答えいただいたように国の交付金、まあ、京都府の地方創生の取り組みとも、まあ、連携を取って、取り組んでいただきたいというふうに思います。まあ、人口が減少するということで、まあ、将来の人口が、推計ですと、平成の
47年、20年後には、まあ、約16、今の推計ですと16万6千人ぐらいということになっております。で、まあ、16万6千ぐらいの人口を過去に遡りますと、まあ、昭和60年ぐらいが宇治市はそれぐらいだったということなんですけども、まあ、今日もあの会派の部屋で話しとったんですけど、その当時宇治市の小学校は5校ぐらいがもう1000人を超えとったというような当時です。で、今例えば平森小学校はですね、その当時1200人を超えとって、今はなんとまあ200人、6分の1なんですね。で、まあ、そういったことから言うても、まあ、あの今後特に20年後というのは人口構図が非常に変わりますので、それこそ高齢者の負担が重なりますけど増えていく、そういった中で税収をいかにして確保するか、このことは非常に重要でありますし、私もまあ機会あるごとに、やはりお金がなかったらなかなか事業進まないということで申し上げてまいりました。で、この間、この間も地元の新聞で見ますとですね、あのふるさと納税のことが出てまいりました。で、ふるさと納税についても今年からいろいろと拡充をされですね、地域の経済にも非常に効果があると、まあ、以前は、まあ、植物公園等の件でございましたけれども、まあ、今はお茶のセットとかいろんなことも工夫されてですね、非常に効果を上げられているということです。で、ああいうサイトを見ますとクレジット機能ということが非常に重要でしてね、だいたいふるさと納税される方が9割方はクレジット決済だと。で、このことも、まあ、12月から取り組まれていることなので、まあ、その辺まだ今後はその辺の推移を見たいというふうに思います。で、このことはですね、やはりその宇治市に対してふるさと納税することによって、また宇治市の魅力を発信するということにもつながるのではないかというふうに思います。長崎県の平戸なんかですと約13億ぐらいのふるさと納税があって、まあ、それはまあそれまでというのはなかなか目標では高いんですけども、ある意味宇治市の場合はこれまで企業誘致するにも一段の土地がないということでなかなか進みませんでしたけれども、一種のまあ企業誘致みたいなもんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、さらにいろんな工夫を図って進めていっていただきたいというふうに思います。で、そこでですね、一つ私この今回の総合戦略の中で、企業へのアンケートがございました。で、アンケート調査の中で一つ具体的にですね、あるのが一つ気になったのが、まあ、いろいろと企業のヒアリングをされて、それからアンケートを取られて、まあ、182社のうち、まあ、9社のアンケートですけれども、まあ、ここの中で地域経済の活力づくりの中で具体的施策として、まあ、工業地域、準工業地域の、まあ、例えば市道の整備、排水整備、雨水対策、まあ、下水道整備とか、まあ、具体的にこうやって上がってるんですね。で、このことを、まあ、宇治で考えますと牧島地域のことを言ってるんじゃないかというふうに思うんです。で、それで以前、私が、もう10年以上前に質問させていただいたときにですね、実は宇治市に、産業基盤整備構想というのがあってですね、それを取り組むということで、まあ、お答えをされました。で、その後、まあ、ここにも具体的にあるんですけれども、宇治市の産業基盤整備構想基本計画、これが平成13年の3月に、まあ、策定されまして、で、まあ、分厚いですから、まあ、中身は紹介しませんけどもね、後ろの方で、まあ、例えば牧島地域を産業基盤整備計画としたら、まあ、いろいろ計画図がこうやって載っております。で、その中で、例えば大規模産業立地の維持充実ということで、まあ、2か所ぐらいあるんですけども、具体的に言えばこの間、例えば会社名出しませんけど、 T 社さんは、まあ、京都市内に行かれた。それから、Y 工場も数年前に閉鎖されて今は遊戯店になってますと。だから10年以上前に、まあ、産業基盤整備構想できちっと、まあ、こういうふうにやっておられるんですけども、そのことを含めてですね、この今までも将来戦略プランで、各種いろんなことを考えてこられたと思うんですけども、まあ、今後牧島での取り組みがこの、まあ、この程度ではちょっと失礼ですけども、きちっとできて担保できてないのに、総合戦略に掲げるこれから、まあ、安定した雇用とか持続的に発展する町を目指したことを取り組みが着実にできるのどうか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。中上政策経営部長。
総合戦略における産業振興の取り組みといたしまして、産業連環表の策定とともに、今後の必要な事業といたしまして、これら分析結果を踏まえた産業振興戦略の策定、推進を掲げておりまして、町とともに成長する多様な企業が存続できるような新たな産業の振興につながる施策や、町の魅力を高めるため、人や物の交流が活発に行われる都市基盤の整備を推進することといたしております。さらに、京都府南部地域全体での広域的な連携による都市基盤の在り方や、地域経済の活性化を図る施策を総合的に展開し、持続的に発展する町を目指し、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。荻原豊久議員。今お答えをいただきまして、このアンケートの中でもね、企業なんかは、もしくは工場を移転したいとか、さらに大きくしたいような回答もございました。ひょっとしたら、ワイ社がね、亡くなったときに、ワイ社が、撤退をされたときに、その土地を、もしくは宇治市が購入してたら、いろんな企業が誘致できたんじゃないかと、過去の話ですけれども、そういったことも考えられますので、なかなかこういった企業の運営というのはタイムリーですから、その時その時に、機敏に取り組んでいただきたいというふうに思いますし、総合戦略については、年度ごとの見直しもあるということなので、その辺の推移は今後とも、見守っていきたいというふうに思います。次に、観光振興についてお尋ねをしたいというふうに思います。特に宇治橋周辺の景観、観光地としてのことにお尋ねをしたいというふうに思います。今回、宇治橋のですね、華僑がちょうどこの秋に改修されまして、少し観光シーズンと重なってですね、地域の方からもちょっとタイミングがどうだと、宇治市の方からも京都府の方にもそういった話が出たというふうに思うんですけれども、やはり、宇治が観光地として、観光客から日頃からですけれども、やはりきれいな景観だったなと、宇治橋の上流なんかは私は、嵐山よりもね、宇治橋から上流見た景色というのは本当に素晴らしいというふうに思うんです。で、そういったところを常日頃から守っていくということがやはり大事だというふうに思うんです。で、よく最近ですね、宇治橋を渡って通勤される方がですね、今はたまたま改修と当たりましたからきれいになりましたけれども、日頃から宇治橋、草が生えてですね、車道なんかも汚いじゃないかと、それから府道なんかも、草が真ん中の路側帯っていうんですかね、それに草が生え放題になってるんで、それから歩道も非常に、きれいな歩道に広がってますけども、歩道の草刈りとかどうなってるんだということが非常にご指摘をいただきます。その辺、日頃からの、歴史の町、観光の町として宇治市がですね、その辺の日頃のメンテナンスについてまずどう考えておられるのかお聞かせをいただきたいと思います。松田市民環境部長。観光振興には観光客の方が気持ちよく宇治の町を満喫でき、訪れてよかった、また来てみたいと感じていただけるよう、おもてなしの心を持って迎え入れることが重要であり、快適に観光していただくためには、景観や町並みの美しさと相まって、清掃が行き届いた美しさも必要であると考えております。本市では宇治橋より上流の宇治川両岸を対象に週3回の清掃と、2ヶ月に1回の草刈りを実施しておりますほか、委託事業者が随時パトロールを行い、観光地の美化に取り組んでいるところでございます。また、宇治橋の美観などに対するご意見やご要望を、市民の皆さんや観光客の皆さんからお聞きをしたときには、その都度管理をされている京都府に対し、お伝えをしているところでございます。荻原豊久議員。議会でもよく、観光客がですね、来はったときに、
まあ、宇治に来られて、まあ、ここが不動とか指導とか、まあ、一切関係ないということなんですよ、結局は。だからそこに来られたときに、この道がどこが管理してるにあれですね、やっぱりきれいでないとやっぱり あかんということですわ。やっぱり総選とおもてなしの心なんかなかなかできへんというふうに思います。それも常日頃からやっぱり宇治の方が、宇治橋の周辺はきれいですよという思ったことが、やはりそれが発信になって宇治に来てくださいということに私はなるというふうに思うんです。だからその辺のところは十分気をつけてやっていただきたいというのと、まあ、京都府にお伝えをされているということなんですけども、それこそ、まあ、京都府に伝えて改善が図られないなら、それこそ宇治市の方でやって後からお金を請求するとかですね、そういったことも工夫してやっていただいたらいいかなというふうに思うんですけれども、まあ、その辺、おそらく京都府の方もですね、不動なんかは草が伸びきったときに、まあ、年次計画の中で、草刈りですかね、草刈りとかされていろんなことを取り組んでおられるというふうに思うんですけども、例えば私不動なんか見ますとね、伊藤久さんの前なんか本当に歩道きれいですよね。あれは多分お店さんがきちっとやっぱり自分の周りをやるということで多分やっておられると思うんですよ。だからその辺の日頃からのメンテっていうのは、もうそれこそ財源の、財源とかの本当に、確保が困難であったら、まあ、例えば地域の方に、まあ、ボランティアの方というか、まあ、ボランティアの方とか、まあ、地域の方とかに歩いて委ねてもいいんじゃないかというふうに思いますので、まあ、その辺一つ考えていただいたらどうかなと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。松田市民環境部長。京都府におかれましては、爽やかボランティア労働事業として地元にお住まいの方や企業の方に、京都府が管理をされている道路の一定区間の里親となっていただき、清掃や除草、植栽管理等のボランティアを行っていただく仕組みがあり、山城地域では現在21の団体が活動をされているとお聞きをしております。一方、宇治橋周辺の商店街では観光地美化のため独自の清掃やクリーン宇治運動に取り組んでいただいており、また定期的に清掃活動を行っていただいている団体もございますことから、京都府や関係者と協議をしながらこうした活動がさらに拡大し発展するよう支援してまいりたいと考えております。荻原豊久議員。まあ、そういった活動があるということなので、そういった手法も検討してやっていただきたいというふうに思います。まあ、宇治橋周辺は以前から地域のボランティアの方、まあ、8月頃も愛護協会の方が宇治橋を清掃されたり、それともその他ですね、例えばいろんな行事ごとに地域のボランティアの奉仕団体の方が清掃されたりしているのも十分分かってますので、まあ、その辺きれいにしていただくということをさらに要望したいというふうに思います。それから次にですね、まあ、観光トイレというか、まあ、決算委員会の中でも、まあ、トイレについて中之島のトイレのことも出ておりました。まあ、観光シーズン以外ですとトイレについても、まあ、充足しているかもしれませんけれども、実際には観光シーズンになりますと、まあ、宇治橋通り周辺の店舗の方にですね、まあ、トイレだけ貸してくれということで、非常に観光客の方がおいでになるということでお話も伺っています。まあ、トイレについてはやはりきれいでないとなかなか2回3回とあそこの観光地に行こうという気にはなりませんので、まあ、その観光トイレで以前から出てます民間の店舗について、まあ、今現状どういったことになっているかお伺いをしたいと思います。松田市民環境部長。まず宇治橋周辺の公衆トイレや施設のトイレは13箇所ございますが、観光客の皆さんには分かりづらいというご意見もいただいておりましたことから、イラストマップや各種観光パンフレットにトイレマークを掲載するなど、トイレ位置の周知に努めているところでございます。また宇治市観光振興計画におきましては、店舗トイレの一般開放制度の検討と快適で優しい観光地づくりの推進をアクションプランとしており、店舗トイレの一般開放制度につきましては
各店舗のご意見を伺いながら検討を進めておりますし、快適で優しい観光地づくりの推進につきましては、今後観光地にふさわしいトイレへの改修に取り組むこととしております。荻原豊久議員。観光地にふさわしいトイレの改修ということで取り組むことと言うて、答弁をいただいたので、その辺推移を見守っていきたいというふうに思います。全国ではトイレが日本一きれい言うて、それを宣伝文句に観光地として、されるところもあると聞いてますので、トイレは常日頃からきれいにしていただきたいというふうに思います。それから観光振興の4つ目でございますけれども、以前から観光地の駐車場の話が少し出ておりますけれども、ここのところ宇治橋八幡通り周辺にはコインパーキング、民間の駐車場等ができてます。なかなか観光についてはその駐車場が役に立っているというふうには思うんですけれども、その地域のまちづくり、人口ビジョンで人口定着住ということで増やそうということになると、やはりそのお住まいの方がですね、そこで建て替えをして、その地域に住んで引き続き住みたいという思いがあるんですけれども、その、平等院周辺の風致地区のですね、まず許可基準については今どのようになっているかお尋ねをしたいと思います。木下都市整備部長。風致地区は都市計画で定める地域地区の一つでございます。本市では都市の風致を維持するために平成27年4月1日より宇治市風致地区条例に基づき、風致地区内における建築物等の新築・改築や牧畜の伐採などの行為に対する許可事務を行っております。条例では許可の基準を定めており、建蔽率や建物などの外壁面の高耐、建物の高さ、緑地率などの項目がございまして、建蔽率を例に挙げますと、普通風致地区内では 40%、 特別風致地区内では 30% としているところでございます。荻原豊久議員。今許可基準について お聞かせをいただきました。よく平等院周辺の店舗の方がですね、改修するだとか、それから新規に出店する場合、非常にその建蔽率の基準がちょっと厳しいんじゃないかと、京都なんかの町ですと、50% ぐらいはあってですね、そういったこともあるので、やはり宇治の観光として、そういった新たに出店されるとき、それから先ほどの人口の定着ということも含めてですね、その辺の地域について少し緩和する、基準を緩和するということは、私は必要ではないかというふうに思います。当然地域とのいろんな協議も必要かもしれませんけれども、その辺のお考えをお伺いしたいというふうに思います。木下都市整備部長。風致地区内での行為に対する許可事務は、権限移譲により京都府から本市が引き継いだ事務でございまして、これまでから京都府条例の許可基準に基づいて、長年にわたり規制誘導が行われてきた経過を踏まえますと、本市が事務を引き継ぐにあたり、許可基準を拙速に見直すことは将来への弊害になると危惧されましたことから、京都府の許可基準を踏襲する方向で本市の条例を策定したところでございます。このような状況から、まずは本市の条例に基づいて許可事務を進める中で、宇治市景観計画との整合など課題の抽出や整理、先進事例の研究、さらには地域住民の皆さんが主体となって取り組まれている地域のまちづくりと合わせた十分な議論などを行う中で、その必要性、方向性を慎重に見定めてまいりたいと考えております。
荻原豊久議員、はい。京都府の方からまだ、ちょうど権限移譲されたところということでございますので、その辺は理解しますけれども、また、地域の町づくりの方々とも十分協議をして、方向性を決めていただきたいというふうに、さらに要望しておきたいと思います。それから観光振興要望ですけれども、以前から申し上げてまいりました、駐車場がなかなか不足しているということで、まだまだ私としては、以前から申し上げます、源氏ミュージアムの駐車場をですね、もう宇治の観光といったら、もう24時間開放する方が私はいいんじゃないかというふうに思います。それは要望しております。で、観光振興については終わりたいと思います。次に、障害者福祉についてお尋ねをしたいというふうに思います。ちょうど10月の13日にですね、宇治市の文教福祉常任会と、宇治市の障害者施設の保護者会連絡会の皆さんとの懇談会をさせていただきました。その時にも入所されている保護者の方、通所の方の保護者の方の、いろんな思いをお聞きをする中で、当然以前から話題になっております B 型療育手帳 B の問題、それから私も常々取り上げてまいりましたタクシーのガソリン券との併用とか、いろんなお話もございましたし、作業所等の販路拡大、企業紹介、いろんな要望もございました。しかし、その中でも私が一番感じましたのは、やはり親亡き後のことです。で、親御さんが年々年を取られて、やはり自分のお子さん等が将来どうなるんだという不安については、本当に切実な思いがいたします。でちょうど11月のこれも8日ですけども、東宇治福祉会の10周年が多分式典であったというふうに思います。市長もおいでになったと思いますけれども、その時に保護者会の会長からも、私たちがいなくなった後に彼らをよろしくというような話もございました。挨拶の中で、私もその辺のところは本当に何とかしてあげたいという思いが強うございまして、でその中で、今回はですね、グループホームについてお尋ねをしたいというふうに思います。以前からこのこともですね、議会でもたびたび取り上げられてきたというふうに思いますけれども、今現在、宇治市としてはこのグループホームのニーズを、どのように把握されて、第4次の計画の中でどのように見込んでおられるのか、まずお聞きをしたいというふうに思います。佐藤福祉子ども部長。障害のある人4000人を対象に、平成26年9月に実施いたしました第4期障害福祉計画策定に向けたアンケートにおきまして、グループホームを今すぐ利用したいと回答された21人のうち、65歳未満の知的障害のある方15人が優先的な対応が必要なニーズと考えております。これに対しまして、第4期宇治市障害福祉計画に定めるグループホーム1ヶ月あたりの実利用者数の見込み量といたしましては、平成26年度末の利用実績が99人でございますところ、平成29年度末で18人増の117人としておりますことから、優先的ニーズについては対応できると考えておるところでございます。荻原豊久議員。今計画の中での人数についてはお聞きをいたしました。で、先ほどの懇談会の中、卒業された方が今言っておられる保護者の方のご意見でございました。ここにですね、支援学校の保護者の方々からの、この PTA 代理の中でも、やはり、卒業後の就労支援、進路保障の充実や、例えば、生活支援、保護者支援、福祉サービスの充実で、ケアホーム、グループホームの拡充をお願いしたいという、こういった
頼りも出ているのが現状でございます。で、支援学校の方は5年前にできて、その当時は223名が、今は258名と、35名ぐらい増えてるんですけども、年々そういった障害のある方というか、増えてきているということが現状でございまして、ニーズ調査以上に、今後さらにやっぱりグループホームの整備というのは必要ではないかというふうに考えております。その時に、以前から出ておりますけれども、就労支援、今日も資料でお配せを、配らせていただきました、就労施設についても必要ではないかというふうに考えているわけですけれども、以前から、宇治郵便局の西側の、仕打ちをなんとか、そういった形に利用してはで利用することはできないかということで、いろんな要望もございますし、いろんな意見もございます。私はぜひとも進めていただきたいというふうに思いますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。山本市長。本市では第4期宇治市障害福祉計画に基づきまして、個々の障害の状態に応じてサービスを組み合わせて、障害のある人を総合的に支援していけるよう計画に定める基本方針に従い、必要な整備を進めることとしておりますことから、グループホームや就労施設についてもさらなる整備を進めていきたいと考えております。このようなことから、宇治郵便局西側の市私有地につきましては、障害者福祉施設等の整備用地として活用してまいりたいと考えており、障害のある人を総合的に支援するための包括的な視点に基づき、グループホームや就労施設を含めた複合施設を検討してまいりたいと考えております。荻原豊久議員。はい、今市長の方からお答えをいただきました。市長も福祉のいろんな行事の時にですね、議員時代からそれぞれのいろんな思いを十分ご存知ですし、思い切り決断をしていただいたと私は思います。ぜひともいいものができるようにお願いをしたいというふうに思いますし、まだまだ調整が必要なこともあるかと思いますけれども、積極的に取り組んでいただき、成果のあるものにしていただきたいというふうに思います。そこで今就労施設を含めたということで、少しお話もございましたし、ちょっと要望させていただきたいんですけれども、資料の2の、障害者の就労支援対策の状況ということで、ここに、平成25年度の平均工賃の月額の実績がございます。B 型事業所でも月額14,437円、時間給で178円、これが現実でございます。で、特にこの表はですね、賃金向上計画の5カ年計画の中でやられた事業所の結果平均がこれですんで、それこそこれ以外のところはまだまだ低い状況が実は続いているというふうに思います。で、その中でこの向上計画の中でですね、やはり先ほどの連絡会の皆さんとの調整の中で、販路拡大、企業紹介というのが仕事を紹介してくれた話がありましたけれども、やはり最近はいろんな方々のニーズも多様化して、個性豊かになってまいりました。しかし、商品としてやはり売れるものをやはりできるだけ作っていかなければ、なかなか就労支援として障害者の重視につながらないんじゃないかというふうに思います。で、そういったときに、今まで例えば黒猫大和の福祉財団がパン屋さんを作ったり、東北の方では豆腐を、大豆からですね、豆腐を販売するようになって、市場にきちっと乗せて工賃アップにつなげるような取り組みもされています。で、この国の取り組みではやはりそういった民間の経営ノウハウとか、そういったところのアドバイザーをできるだけ使って、こういう向上計画に努めていこうということになってますので、今後まだまだ調整が必要かと思いますけれども、こういった就労施設についてはそういったアドバイザー的な方々を採用するか、取り組みを入れられてですね、
そういった就労施設が自立して、障害者の方々が自立するような方法をぜひとも考えていただきたいというふうに思います。それから次にですね、グループホームについては、それぞれ、今これから整備するということですけれども、これまでにも整備されたところもございますけれども、今後整備するにあたって、例えば今、どういった支援制度、財源的な裏付けというのは補助制度というのはどのようなものがあるのか、お聞かせをいただきたいと思います。佐藤福祉子ども部長。国の制度においては、グループホームは2270万円、就労施設は4700万円を基準額の上限とする補助制度が利用可能でございます。また独立行政法人福祉医療機構からは一定範囲において施設整備資金の借り入れが可能であり、京都府においては福祉医療機構からのお借り入れ金についてその利子の全額を助成する制度がございます。荻原豊久議員。はい、宇治市単独の制度ということでなかなか難しいかと知れませんけれども、無償に提供していただいて、こういった制度が利用できるようにまた応援体制を作っていただきたいというふうに思います。それから、障害者の最後ですけれども、グループホームで働く方々非常に頑張っておられるんですけれども、保護者の方も何とか支援してあげたいという気持ちがございます。その時に今日は前段のご質問の中でも介護従事者の処遇改善なんかもございましたけれども、グループホームの等で働く支援員の方々に対する処遇改善についても一定取り組んでいただきたいと思いますけれども、その辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。子ども部長。処遇改善等についてということでございますが、本日といたしまして国が行う障害福祉サービス報酬改定につきまして、障害者福祉施設の安定運営に資するものとなるよう、これまでから京都府を通じて国に要望してきておりますが、引き続き必要に応じて要望してまいりたいと考えております。荻原豊久議員。グループホームの支援員の方々だけでなく、いろんな介護とか看護とかの現場もですね、処遇の問題は非常に重要だというふうに思います。なかなか人のお世話というのはなかなか口では言えてもなかなかできないのが本当に現状だと思うんです。でその辺も含めて、必要に応じていろんな支援策を考えていただき、国や京都府に要望して引き続き要望していただきたいというふうに思います。で最後にですね、この障害者支援について一つお願いがございまして、今障害者の相談業務を宇治市としても取り入れられて非常に有効に活用されていることも聞きをしているんですけれども、なかなか件数が多くてなかなか手が回らないというのはあれですけれども、やはりきちっとした対応するにはそれなりのやっぱり時間をかけたり、いろんなことも必要だというふうに思います。今東に一つあるのを西にもう一つ持つとか、いろんな手立てがあるかもしれませんけれども、そういった相談だけで解決することも当然ございますし、その辺、一つ何らかの工夫を今後は相談事業については考えていただきたいというふうに要望して、障害者福祉について終わりたいというふうに思います。次に公園整備について、お尋ねをしたいというふうに思います。今日資料の方を配らせていただいたわけでございますけれども、
以前から公園整備、例えば大場公園の野球場のこともいろいろとお願いをしたり、してきています。でその時にやはりなかなか財源がないので、思うようにいかないという話も聞きます。だから大場ふれあい公園についても溝蓋の、側溝の改修とか、まあ、グラウンドの土についてか、新たにしてほしいということも、まあ、お金の問題でなかなか厳しい、まあ、メンテについては、その辺砂を新たに入れられたり、それから日頃に維持管理としては気を配っていることも十分承知をしているんですけれども、ここに資料としてお指名をさせていただきました。これは京都市のブドウセンターなんですけれども、私もその辺、今後ですね、やはり施設の維持管理というのは今後非常に、財政的にも厳しくなるんじゃないかというふうに思いますので、こういった京都市のブドウセンターの取り組みも例に取りながら、西宇治公園とか、まあ、大場公園、これについては、まあ、駐車場をですね、一定有料化して、その収益を施設の維持修繕費等に充てていくという方を充てていくようなことに私はしたらいいんじゃないかというふうに思うんですけども、その辺のお考えをまずお聞かせいただきたいと思います。木下都市整備部長。有料公園施設の西宇治公園および大場公園の駐車場は開園以来多くの方々に親しんでもらえる公園となるよう無料でご利用いただいております。議員ご案内の駐車場の有料化につきましては、 目的外駐車の抑制や駐車場収益を活用できることなど一定の利点が認められる一方で、利用者の方々のご理解や駐車場の設置、駐車場の設備投資、運営方法、収益性などの課題があることから、十分な検討が必要であると考えております。今後、本市といたしましては、今回のご提案を踏まえまして、近隣の運動施設の駐車場運営状況などを調査し、研究してまいりたいと考えております。荻原豊久議員。資料のまあ、ブドウセンターですけれども、まあ、これは、それこそ月81万で、まあ、事業者に貸し出して、その81万が、まあ、年間1000万近く、まあ、その整備に充てられるということでございます。で、これは96台分業者に任せて、その分の月の使用料をいただいているということなんです。で、もう一つ、西峡谷なんかも、お聞きいたしますと、約年間7000万ぐらいのそういった使用料をいただいているということでございます。料金設定については、まあ、常日頃から利用されている方もおいでになりますので、いろんなやり方があるというふうに思います。今後調査して研究していきたいということなので、ぜひとも一度検討していただきたいというふうに思います。で特に大場公園については、ちょうど今、再整備計画の中で、ちょうどこの10月ぐらいから体育館の耐震が工事が入っているというふうに思います。で今後、野球場とも含めてですね、駐車場整備も、道路側の駐車場も形状が変わったりするようなことも出てましたので、まあ、その際に導入するのも一つ手法ではないかというふうに思っております。それから、大場公園プールの駐車場なんですけれども、まあ、プールの時を使用されている時はですね、まあ、駐車場も満杯になっているんですけれども、プールの使用以外でもあそこ道路に面してて非常にもったいないなという感じがするんですけれども、あそこも今後ですね、まあ、このタイミングがいいのかどうか分かりませんけれども、少し、あそこは、まあ、大場さんも近いことですから観光用としてすることもできますし、あそこの部分夏場だけ利用するんじゃなくて、通年も利用するような形で、取り組んでみてはどうかと思いますけれども、その辺のご見解を伺います。木下都市整備部長。大場公園プール駐車場はプール開催期間および臨時で
大会等開催時などに無料でご利用いただいております。大爆公園プール駐車場の通年利用となりますと、先ほどの課題に加えまして、プール営業期間外において駐車場からプールへの立ち入りを防止するなどの対応が必要となってまいります。こうしたことから、大爆公園プールにつきましても有効活用を図るという貴重なご提言を踏まえ、西宇治公園、大爆公園の駐車場有料化の研究に合わせ、立地特性などを考慮し研究してまいりたいと考えております。荻原豊久議員。はい、大爆プールについては、プールと、ね、敷地との境というのはなかなかありますので、その辺ちょっと工夫が必要かなというふうに思いますけれども、また研究していただきたいと思います。ここの担当と違いますけど、アクトパルの、ね、あそこなんかも有料化できるものだったら僕はやった方がいいかなというふうに思います。一応その駐車場については、これで終わりたいというふうに思います。で、最後にですね、学校施設整備についてお尋ねをしたいというふうに思います。これもやはり学校施設整備は小学校中学校の子どもたちがやっぱり地域でいる中でですね、人口定着にもつながるし、やはりそういった環境を作ることは非常に大事だというふうに思います。この12月議会にですね、三室小学校と東宇治中のライフラインの改修工事が出ておりまして、補正予算と補正予算として、可決されれば、早期に完成することとなっていますので、非常に長年三室小学校でいろんな活動をしてきた者にとりましては非常に嬉しいというふうに思います。PTA の役員をする頃からですね、保護者の方からなんとかトイレをなんとかしてほしいという話がございました。で、その後、毎年のように教育委員会の方にご要望をさせていただきましたし、今現在の真田会長もですね、引き続きやっていただいて実を結んだなというふうに思います。で、そこでですね、トイレの話ははじめとして、まだまだ老朽化した校舎とか、例えばグラウンドの改修、この間も、おもろいやんかコアタ行かせていたときに、雨降ったら本当に運動場がですね、もうドロドロで、長靴履かんとなかなか行けんような状態でございました。そういったところもございます。で、まだまだ必要な改修箇所が多くあると感じていますけれども、今後改修が必要な箇所についての整備について、どのように進めていかれるのかお考えを聞かせていただきたいと思います。中村教育部長。本市小中学校の多くは施設の老朽化が進んでおり、トイレの抜本的な改修などの大規模な改修につきましては第二次学校施設整備計画の中で順次実施してきているところでございます。児童生徒が一日の大半を過ごす学習生活の場であるとともに、災害発生時には地域住民の避難所ともなる学校施設の耐震補強工事の実施や計画策定時には想定しておりませんでしたが、ご要望の大きかった全幼小中学校の普通教室などへの空調機設置工事にこれまで合わせて約58億円の予算を投じてきたところでございます。今後残された計画期間内にできるだけ多くの改修が実施できますよう引き続き努力してまいりたいと考えておりますが、平成29年度までを計画期間とする第二次学校施設整備計画での完了については大変厳しい状況になっております。市教委といたしましては第三次学校施設整備計画の策定に向け、その中で整備内容を具体化し実施すべく市消部局とも調整を図りながら検討してまいりたいと考えているところでございます。荻原豊久議員。今までも約58億の予算を投じてこられました。
校舎の耐震補強をはじめ、空調設備も優先的に取り組まれて、市内全部完了したということは理解をいたします。次の課題としてはやはりトイレ改修ですね。この間も新聞で出てました。あと残りについて、いつ頃までにきちっとできるのか、今のペースでいくとなかなか先が見えないんですけれども、今後ですね、今申し上げられました第3次の学校施設整備計画を、早急に、策定していただきたいというふうに思いますし、具体的な完了の時期をその中で、示していただきたいというふうに思いますけれども、そのあたり、今現在いかがお考えかお聞かせをいただきたいと思います。中村教育部長。先ほどもお答えをいたしましたが、これまで第2次学校施設整備計画の策定時に想定しておりませんでした普通教室等への空調機設置工事などに予算を投じてきたことによりまして、事業をスローイングしているという認識はございます。そのため現時点においてトイレライフライン未改修の学校が18校あり、残された計画期間内に1校でも多くの改修が実施できますよう引き続き努力してまいりたいと考えておりますが、第2次学校施設整備計画の期間内で完了することは大変厳しい状況となっております。第3次学校施設整備計画につきましては、平成29年度までの第2次学校施設整備計画の基本方針を引き継ぎ、トイレライフライン改修をはじめとした教育環境の充実に向け、非構造部材の耐震化などの課題となっている新たな項目も含めて策定したいと考えておりまして、できる限り早い時期にお示しできますよう、今後、消防局とも調整を図りながら検討してまいりたいと考えているところでございます。荻原豊久議員。あと残り18校あるということで、残された期間、非常に厳しいということですけれども、少しでもペースを上げて取り組んでいていただきたいというふうに思います。財政が非常に厳しいということで、そのことも言って理解いたしますけれども、学校はですね、やはり、地域にあって本当に限られない場所でございまして、先ほども申し上げました災害の避難所にもなりますし、小さなうちから親しまれる学校というのは地域になってはなくてはならないものだというふうに思いますので、その辺、今の2校ペースが少しでもペースを上げてやっていただきたいというふうに思います。耐震とかですね、イレギュラーなことがあって少し時間が延びたかもしれませんけども、やはり宇治にいる小学校中学校にいる子どもたちが勉学しているときにせめて教育環境だけはきちっとする、そのことが今後宇治で育って学んでよかったなという思いが私はあると思いますし、あまりそういうときにいい思い出がなかったら宇治に定着せよともなかなか難しいかなというふうに思いますので、その辺は取り組んでいっていただきたいというふうに思います。それから最後に教育委員会に要望なんですけども、先日も宇治学で抹茶体験等をさせていただいたところでございます。文福の委員さん、市長さん、議長さん含めてやらせていただきました。この間のタウンミーティングの市長との高校生のタウンミーティングの時も、やはりその高校生の方がですね、宇治の例えばいろんな平等院等行かれたことありますか、なかなか行かれたことがないということがございましたし、立宇治とのお話の中でも自社仏閣について宇治の自社仏閣について行きましたかとなかなか行ったこともないような話があります。せっかく宇治にいろんなところがございますので、小学校の時代に、宇治垣ということかどうか知れませんけれども、校区内にはそれぞれさまざまな、例えば三郎町ですと三郎寺があったりいろんな、馴染みのあるやつがあってですね、校外学習で数校は行っておられるわけですけども、やはり宇治市全体の子どもたちが日頃から地域にあるそういった寺社仏閣とか歴史ある遺産とかそういったものを勉強するような機会をね、ぜひとも小学校のうちから作っていただくように、その辺はお願いをしたいというふうに思います。以上で12月議会の一般質問を終わります。ご清聴いただきありがとうございました。
暫時休憩。